犬の引き型消防艇は、海上保安庁に所属していた、消防艇。海上保安庁の選手は FM であった。1969年、多発するタンカーの炎上事故に対応するために、海上保安庁は、タンカー火災に対応できる、霧油型消防船3隻を主要港に配備した。一方で、地方の港湾における、船舶火災に対応できる小型の消防艇が、求められ、 1974年2月25日、一番線の布引きが進行した。各地に配備されていた音ト型消防艇などの小型消防艇を代替し、10万トン級の石油タンカーの火災に対応できるように設計された。外観は非理由型消防船を小型化したような大型の矢倉が特徴である。エンジンは、 600馬力のディーゼル1機と500馬力のディーゼル2機を装備し、消火活動時は、指揮官を消防ポンプ駆動に用いて、小型エンジン2機で移動する。非流型消防船と比べて、ほぼ半分の消火装備を有する。第1放水甲板には、近距離火災に用いる放水銃を2機装備する。船橋天井には、類症を防ぐための冷却用海水を放水する。 海水専用放水銃を1機設置している。第2甲板には夜間に用いる単焦灯を設置した。消火に主に用いるのは選手に搭載した雨水兼用放水銃1機である。さらに陸上への送水援護や部分消火用に6000リットル糞の送水が可能な放水継手を船橋前方に2機備えている。自衛用の設備として 海水を船上に噴霧するノズルが設置され、文字海上保安部における、清滝一番船、ヌのびきが収益した1974年に起きた第10有用丸事件では、非流型消防船3隻が消火活動に当たったが、沈下できずに、第10有用丸を撃沈処分するという結果になった。海上保安庁ではヒ流型消防船に加えて、本級の配備も強化し、 1981年まで20席の布引き型消防艇が建造された。1999年に老朽化のため3番線、音羽が退役し、2013年2月12日に最後に残った清滝が解約されて全線が退役した。後継として本級以上の消火能力を有する淀型巡視艇が建造されている。ABCDE 海上保安庁ニュース省冒程4席が解約世界の感染776州回忍者。ありがとうございます。